だ。行くぞクライブ。もし道に迷ったら水の流れを遡れ。水か。分かった。
こんなところに。はい。あ。それで。この先にいるロストウィングに奴らを集めた。よくやった。行くぞ。待ってくれ。約束の金は。我が主は何より忠義に熱いお方でね。仲間を売るような輩に払う金はないってさ。ベネディクタ・ハーマン、ウォールードの暗部を担う女だ。今なら抑えられるが。誰だ貴様ら、ザンブレク兵か。おい、片付けるぞ。
ザンブレク兵か。まあそのなりじゃな。それにしてもナイト様ってのは伊達じゃない。フェニックスの祝福のおかげか。フェニックス、火の召喚獣。それがもう一体現れるなんてな。疑ってるのか。世界をなす八つの要素にその守護者たる召喚獣は一体ずつ。この言い伝えを信じるなら火の召喚獣はフェニックスだけのはずだ。大体ドミナントはそう簡単に生まれるもんじゃない。先代が死んでから長いこと現れんことすらある。だが嘘だとも思っちゃいないぜ。火のドミナントに会えば少しは真実に近づけるだろうが、さてどうなることか。
奴らが向かったのはロストウィングだ。急ごう、日も暮れる。この死体はどうする？ほっとけ。いただくもんはいただいた。